塩見選手です。ありがとうございます。まず1回の裏の最初のバッターボックス、初球を打ってのヒットでした。狙いというのはもう決めてたんですか？はい、相手が山本投手ということなので、まっすぐ投げてくれるっていうことを信じて、1、2、3で行きました。そして何といっても3回です、見事なホームランでしたけれど、あれホームランっていうのは頭の中にどれぐらいあったんですか？いや、もうないですね。もう振ったら当たったみたいな感じだったんで、入ってくれてよかったです。打った感触、手応えを教えてください。追い込まれてたので、コンパクトに、強いスイングを心がけて、振ったら本当に当たってしまってホームランになっちゃいました。ダイヤモンド一周してるときに、もしかしたら今日自分ヒーローじゃないかなっていうのはどれくらいあったんですか？いや、もうほぼほぼ僕がヒーローだなっていうのを感じながらやってました。そして7回にはツーベースヒットを放って、サイクルランナーをあとスリーベース1本いう中で8回、自分まで回してくれっていう思いはどれぐらいありましたか？半々ぐらいですかね。もう3安打した時点でもう折れたなっていうのは思ってたんで。はい。さあ、では最後にね、まさにヒーローになった塩見選手から明日も試合があります。ファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。今日も、熱い応援ありがとうございます。明日は、明日も、チーム一丸頑張っていきます。そして明日はオスナよりもっと輝いて、僕が確実に1位になれるように頑張っていきます。